りました。この線が国境になります。アンダイエ駅到着です。ちょっとサクッとカフェ行きます。カフェ行くの？カフェ行きます。こんなに大きい。パンがあったかいのでチーズが少し溶けかけて美味しそうです。いただきます。わっ、チェリーのガトーバスク、あ、おいしい。あ、うん、行ってきます。ボルドー到着しました。あ、到着しました。駅です。あのボルドーサンジャン駅っていう駅です。かわいいね。で、駅がこれね、2階建ての TJP です。私たち2棟席だから1階なんだけど、1棟の席は上取りの見晴らしがいい。明日の線を確認しに行ってました。一応もうドキドキです。ホテル到着すぐのところにホテルありましたね。はい、今日駅前でここで一泊します。今から街に回りましょう。今からバスに乗って水鏡のとこ行きます。すごい大聖堂のブルス広場に着きました。あれがだから多分広場 でこれが最近10年前くらいにできた水鏡で、まあ、こっち向こうからあそこを見るとめちゃくちゃまた綺麗に見えるというそういう景観で有名です。で、世界遺産になってるブルス広場なので、今からちょっと散歩します。子どもたちの水遊びになるので、水が出てるから、みんな遊んでますね。楽しそうに走り回ってますよ。大人も子供も大はしゃぎで走り回ってます。ボルドーといえば赤ワインなので、ここのやったり一帯がワインの生産地ということですから、それをまあこの川で運んで世界へ運ばれた、それでこの街が賑わったということで、ガロンヌ川を前にしてますので、ね、広場がこう開くんですね。そしてあそこに見える場所が見える場所、鏡みたいにやっと見えましたね。さっきと全然違う。はい、どうですか噴水は。ヨーロッパの噴水っていうのはすごく意味があって、やっぱり水が大事、井戸が大事だから、広場の真ん中には必ず井戸があるというのが当たり前なんですけど、まあ、この見事な彫刻とから噴水っていうのは、もうその当時めちゃくちゃお金と何もかもかけて作ったんだなっていうのを感じました。魚の上に乗った天使と上に女神様が3人いらっしゃいますね。お腹空いたんで、はい、近くで見つけたラーメン屋さんに行きます。日本のラーメン、フランスで食べる。日本のラーメンっぽいので、とりあえず行ってみましょう。どうですか？カヌレのマグネットが可愛い。なんとカヌレはカヌレとボルドーが正式名称というか、日本に入ってきた時はカヌレとボルドーって呼んでました。ボルドーの伝統菓子がカヌレなので、今本当に日本で流行ってますけど、うん、多分ボルドーの人はそこまで流行ってるとは思ってないかもしれない、ね、世界で。だからワインと並んでカヌレというのが、ね、のこれも、はい、さっきの、あ、美しい、かわいいね、カヌレがついてますね。あ、ポストカードが変わってる。はい、本当ってね、美しい。いつも写真に見るやつで、カヌレのキーホルダーがありますよ。重いですけど、重いんだ。すごいずっしり。本当だ、ピカピカボルド。何買ったんですか？カヌレのマグネット。
と可愛い、ね、はい、なかなか。そしてカヌレの絵はがきです。ガトーバスクもあります。ワインのマグネット、はい、どうぞ。じゃあラーメン行きましょう。こんにちは。ラーメン来ました。美味しそう。餃子でいい。豚がね、おかず切りのが美味しいの。薄いお肉じゃなくてコロコロしてるから、柔らかくて美味しいです。で、このチャーシューがめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。これ、立派で。本当美味しい。好きなタイプです。すごいあっさりスープ。なんかチンタンの。いいラーメン屋さんでした。はい。すごいです。かわいい。手のひらタコちゃん。手のひらタコちゃんです。かわいい。中がすごい綺麗。髪の毛残したのって。ほら、ジブリの。おしゃれですね。ジブリもあるんです。一番ベーシックの。そう、美味しいの。メッシーが美味しそうです。いただきます。熱い。蜂蜜とバターのなんかちょっとね、柑橘も入ってるソース、めちゃくちゃ美味しい。もちもち、美味しい。ホテルのすぐ近くにあったレストランに来てボルドーワインを飲みに。来ました。やったー。あー、来た。ポテトも美味しい。バイバイ。駅がすぐ見えます。パン屋さん到着しました。はい、マヨネーズ和えの、向こうに大鐘楼、大きい鐘が見えるところですね、はい、で、その手前 From Japan to Peru、 ワカモレもあるし、味噌スープもあるしという。で、あ、私はこの辺でもいいんだけど、巻きもす甘い、しょっぱいのと、わさびと、ガリです。すごい、もう全部これがだからごま、わさびごま、わさびごまの、なんだっけ、サンバリマという名前で、クニアベジです、これが、はい、餃子、はい、はい、おいしい。日本でもない、なんか完璧さで、おいしかった。ポテ寿司、最高です。ついにカヌレ屋さん、カヌレとボルト初入店でございます。そうだね、きっとね、多分有名。すごい店内。すごいね、これ。これがついてる。こっちがクラシックなカヌレ。で、こっちがバニラ入りてるってことですよね。で、バニラ。あ、バニラ。うん。やっぱり本場のカヌレやっぱ美味しい。このカヌレ屋さんめっちゃあるね。ね、ラトスクピーベっていうピーベさんです。あ、7時から8時、ね、20時まで休みなしで。ロース、ランチ、ウシス、キャラメル。またか。ティーだ。ね、そう。メッシー、かわいい袋に入れてもらいましたね。幸せだ。これと同じ感じで並べてみました。こんな感じです。
の鐘楼の下にカヌレ屋さんが、カソメイドカヌレ。カヌレの大中小と、でこの中をちょっとビーガン向けというので、ちょっとあっさりした感じでね、うん、あ、うん、ちょっとあっさり、でもすごく食感はいいです。さあ、このカヌレは、うん、こんな感じですね。うん、うん、もちっていうよりとろっとしてました、うん、表面がね、サクサクな、うん、この焼き具合も好きです、うん、もう